こんにちはひのです。今回はシンクロニシティの意図的な起こし方についてねお伝えしてみようと思います。でシンクロニシティ、偶然の一致って言われますけれども、これはですね、こう自分にとってシンクロニシティ意味のある偶然の一致っていうのが起こるっていうのがねあのあるんですけど、自分自身にとってっていうことでね他の人にとっては別に 意味がないとか、大したことがないと思っても、その人にとって、自分自身にとって意味があればシンクロニシティになるんですね。で、だから自分しか、逆に言うと気づくことができない偶然の一致っていっぱいあるんですよ。で、それは、じゃあなぜそういうことが起こってくるかっていうと、自分と周りの世界との共鳴なんですね。 シンクロニシティが起こるっていうことは、こう自分だけが頑張っているとか、え自分だけがえ何か達成しているっていうことではなくて、自分とえ自分以外のこの周りの宇宙すべてとの連動が取れているときに起こってくることなんですよ。だからえ僕たちが自分一人で何か頑張っているのではないということですね。 か必ずこの外側の宇宙との共鳴が起こっているでその連動が起こっている時にシンクロっていうのが起こってくるんですねですから一つの僕自身はですねシンクロニシティっていうのはバロメーターとして見ていて見ていて,てシンクロニシティが起こっているということはこの周りとの共鳴が起きている周りとの連動がうまくいっているということです。 自分と自分以外の宇宙がスムーズに連動してるっていう時なんですねで、これは言い方を変えれば流れに乗っているっていうことなんですよシンクロニシティというのは流れに乗っている時に頻発してくるものなんですねですからシンクロニシティがこう連続的に起こってくる時ってあるんですけれどもそれは間違いなく僕たちの周りとの流れ周りとの 連動が取れているときにそういうことが起こってくるっていうことです。ですからそれが起こってきたときは、あ、これは自分が流れに乗っているんだなっていうことを確信していいんですね。で、これは僕自身のこう体験を振り返ってみても間違いなくそういうスムーズにいっているときにそういうシンクロニシティっていうのがですね本当に。 たくさん起きてくる。あちこちで起きてくるで、それはしかも。自分自身にしかわからないシン。シンクロニシティなんですね。他の人にとっては気づかないけれども、も自分自身にとってはこう意味のある。なぜかこう一致偶然の一致が起こってくる。そういう時に、この周りとの流れに乗っているというサインだと僕自身は感じています。ですからそういったことが起きてくる。 ととというこここは自分で起こすこともでで起すすもきるんですねじゃあ自分で起こすには逆を見ればいいわけですからシンクロニシティを起こすということはこの周りとの連動を取るということですよね。周りと共鳴していく周りとの連動を取っていく時にシンクロニシティっていうのは必然的に起きてくるっていうことになるわけです。是非ねそのことを意識してやっていきましょう。 今回は以上になります。ありがとうございます。